てそういうの風船とかちょうだいって言った時に投げて、分かった、うちはそういうの大丈夫なんで、なんかたまに飛ばしちゃって文句言う人は投げないでね、うるさいから。うん、日頃から感謝してますよ。今日ね、あのホームセンターで6万いくらの買い物できたのもリスナーさんのおかげですから。あとちょっと誰かは言えませんが、なんと洗濯機をね新居祝いに送ってくれるっていうことなんで、うん、全てはエルマラチ、気持ち悪いんだよふわっちがいなくなっても、いつまで言ってるんだてめえ、こいつ俺がエルマルと付き合ってる時からエルマルエルマル言ってたんだよ、もう3年ぐらいエルマルって言ってて気持ち悪いなと、うん、やめなそういうの。少し片付けな、何からやればいい？ねえ、エフェクトでちょっと隠れちゃったじゃん、この産卵具合が。アングルが、あ、ウミガメありがとうございます、ここ皆さんね、あ、ありがとうございます、ここ、ここ投げ高いんじゃないこれ、1個いくらするの、2個で120円、1個120円するの、ありがとうね。何からやるの、あ、つか大家に電話するわ、あれした方がいいでしょ、油漏れのやつ、まず、うん、あと新居祝いでもう一つ、これはねすごいのが来ますよ、これ見てくれる、この絵なんだけど、絵をなんとくれるっていう人が連絡来ました。このすごいなんかよくわかんない絵、これをちょっと飾ろうかなと、うん、ちなみに1個売ったらしいんだけど、その値段がすごかったね、うん、で これで売ったらしいで、俺は無料なんだけど、これを持ってきてくれるらしい、うん、あれだす、ここ投げ、これいくらだと思う、これだよ、いや3倍も桁が違うじゃん、桁が300円じゃ買えないよ、これいくらだと思う、これ300円違う、桁が全然違うじゃんね、いや3000円とかそんな安く買えるわけないじゃん、この絵が、うん、あ、ありがとうございます、うん、配信中すみません、元政治リスナー今ゼロワンリスナー、なんかおけんさんスクショを送られてなんか来てるよ、なんかよくわからんけど、そうなの、なんか情報が今元政治リスナーとかなんか、はい、まあまあどうでもいいけどね、大のリスナーだろうが、うん、これだよ、はい、答えてよ正解を、アメリカして、これいくらだと思う、300万ちょっと、なんでちょっといい感じでいかないの、3000円で買えないよ、最近買った人がこれなんだよ、よしみちゃんそれびっくりするでしょ、それをなんと無料でくれるらしい、うん、ちょっとそれを飾るのちょっと油もね、ちょっと電話するわ、大家さんちょっと耳が遠くてさ大変なんだよ、
ご了承ください。あ、川西ですけど、はい、エーデルハイムの件でちょっとお聞きしたいんですけど、ちょっとお待ちくださいませ。奥さんはまだ耳聞こえるんだよ。川西さん、川なんとかって言ってた？川なんとか、川西さん、もしもし？あ、お世話になってます。聞こえますか？はい。あ、エーデルハイムの、家の件なんですけど。エーデルハイムの、はい、川西です。え、川西です。川西です。はい。あ、川西ですけど。あ、はい、油漏れがまだちょっとしてるんですよ。え、まだ油漏れがちょっとしてるんですよ。またなってるんですよ。すみません、僕もこういう電話したくないんですけど。だからね、はい、電気の中がね、はい、これもう治らないですか？溜まっちゃってるんだ。ああ、そうなんです。アミキサーってね、あれあるでしょ、上の。はい、一回外して中掃除した方がいいんじゃないですか？垂れてくるんで。だからね。はい。それじゃあ、クリーニング屋さんにね。はい。中ね、はい、ゆっくり外してね。はい。やってもらうようにしますよ。ああ、お願いします。ちょっと、もう。ちょっと今回の場合時間かかるから。はい。また日にち行ってもらったら、またホテル行くんで、うん、はい、また日にち教えてください。そうですね、はい、そういう時に教えます。はい、お願いします。明日、今日は日曜日お休みだから、はい、明日電話しておきます。あ、お願いします。はい、はい、すいません。はい、わかりました。はい、だってで、これがもう声が枯れちゃうんだよ。だからすごいこれ、もうだってもう3回やってもらったんだよ。3回掃除してもらったんだよ。普通初めから外してさ、掃除するじゃん。でやっぱ業者さんがいて時間かかるからって言われて、じゃあもう俺家にいない方がいいかなと思うじゃん。だから最近家にいないんだよ。さっき見したでしょ。でも壁紙はもう、いや、ちゃんとやったんだけどなしか言わないから、もういいやと思って。うん。あ、あれだ、サイレン。だからもうこれはね、もうキリがないから、キリがね、もう俺はもう普通に暮らそうかなと思って、もう今日から。またじゃあ直してもらうまでって外にいてもダメじゃないですか。うん。あ、作業してるとこちゃんと監視しといた方が、まあ確かにね、大家っていうか、そのハウスクリーニングのやつがダメかもね。その業者がダメな可能性あるから。うん。業者と話した方がいいかもしれないね、うん、言うなら。いや、ちょっと掃除する？誰も来ないんでしょ？だから取り出す、何しつこいこと言ったの、てめえこの野郎。お前ブロック1ヶ月の刑な。関連ブロックで配信を見させないからな。はい、ブロック。うるせえ、しつこくすんじゃねえやん、ゴミかす野郎は。バカ野郎。
ありがとうね。じゃあちょっと掃除するよ。誰も手伝ってくれないんでしょ。ね。冷たいね。実はじゃあ何時に来れるの？ワンコロちゃんは。ちゃんと勝負下着つけておいでよ。来るなら。わかった？張り切って来るんだよ。張り切って。雪ありがとね。ゴミの日もわかんないよ。ちょっと調べないと。ああ。これは大輝にもらった沖縄のお土産。大輝にもらったんですよ。めちゃくちゃ甘いね。砂糖食ってるみたい。まあでもせっかくもらったから食べなきゃなと思って、全部食べようと思って。またない、また来たな、お前。違うアカウントでしつこいなこと言ってんやつ。なんだこいつ。ブロックしたのに違う端末で来たの。すごい執念だね。ゆきんありがとうね。たくさん。ゆきんちゃん。あ、もう8位になっちゃったよ、もう。一瞬で。すごいな。みーちゃんも。ナイスの不正っつうか、俺が1ヶ月、必死に配信頑張れば、結果出ちゃうんだよ。残念なことにね。俺ナイスくださいって一言も言わなくても、今400近いナイスあるわけじゃん。俺がちょっと配信頑張ってさ、ナイスお願いしますってやってたらさ、それは今より増えるわけじゃん。違う？今が少ないのってまず配信をやってないからじゃん。これ理解できないの？うん。でもぼちぼちやるよ。俺はもう予定を組んだ。予定聞く？お前に嫌がらせって、まず嫌がらせになってないよ。お前バカだな。俺にバカにされてんのに。嫌がらせっていうのは相手の上に立たないとね。まず立場的にお前が下なのに関わらず、俺にバカにされて、俺の枠のリスナーにもバカにされて、なんで嫌がらせができるのお前ね。お前嫌がらせしてるつもりが、あ、こいつバカだなってみんなに思われるんだよ、こいつ。必死こいて、コメントして。気持ち悪いなって。どんな気持ち悪いの、お前。アカウントを変えて、端末変えてきて、必死に。気持ち悪いんだよ、お前。って思ってるんだよ。わかる、お前。嫌がらせになってないんだよ。バカだな、惨めだなと思われてんだよ。哀れな生き物だなって。理解した方がいいよ。あー、必死こいて連投してる。必死こいてる。よっぽど悔しかったな。あの先月だっけ、俺が全部1位取ったのがね、うん、毎月そんなナイスナイスやれるかよ。リスナー疲れちゃうな。じゃあ一つブロックしたから、これもブロックしたらまだ端末あるか確かめてみるか。これブロックしといたから、これまた来るかな。関連ブロックしてるからサブアカで来れないんだよ。じゃあ来るなら違う端末じゃないと無理なわけよ。また来たら多分ね、もう来れないでしょさすがに。みんなで端末何個持ってる？俺2つだけど、両方ともツイッターにあのログインしてるから同じ端末になっちゃうんだよ、うん、同じ端末にね。あの世に行ったわ、手合わせてね。俺の枠では俺簡単に殺せるからね、うん、この自由に。端末に行こう。
その3個4個持ってたらびっくりしない？携帯とあとパソコンととかぐらいじゃないね。パソコン持ってる人は2つぐらいじゃないの？何の数字って、インコ、わからないの1って答えてるの？ふざけてんな。聞く前に適当に答えてんじゃん。何やっとんの？あ、つか、つぶちゃんどうしたの？カレンリスナー。なんか、ランディさんと海にいたけど。あの、カレンの婚約者ってランディか。まあ、あんな人しかやっぱカレンちゃんの相手できないよね、ちょっと。顔中にピアス開けるちょっと変わりもんぐらいじゃないとさ、カレンちゃんと付き合おうと思わないじゃん、そうなのって。そうじゃない、なんかそんな感じしない。なんかあれだよ、多分公表してないけど付き合ってる。違う、いや俺あれそうだと思うね。がゴラリンかどっちかでしょ。ワケありって油漏れがもう止まらないんだよ、あの換気扇のところから。これね、何回も業者に入ってもらっても治らないんですよ。そんな家ある？そんな家。和道ディスって、和道さんおでこに一つで、両サイドのほっぺに一つずつで、口にも開いてるな。頭おかしいね。でも最近やっぱね、文化って進んでて、顔にタトゥー入れるやつもだいぶ多くない？見てると若い子とか結構顔にタトゥー入れてるよな、こう目の下とかさ。流行ってるんだよ。なんか顔にタトゥー入れるのも抵抗なくなってるね。多いよね。ニートなめんねん。また来たな、鳥ってやつ。お前ブロックしてみるよ。するよ。これ、三つ目。怖いわ、ほんと気持ち悪い。外国人多いラッパーとか？俺もね、入れたいんだよ。俺もここローマ字とかでかっこいいじゃん。でもふわっちがどうなるんだろうなと思って。俺もタトゥー入れたいね。ふわっちとか、あとあのくるみとかね。くるみおかしいけどあのくるみラストチャンスをみたいな、ダメかな、あくるみ会いたいよとか、いやほんと海外とかだったら自分の奥さんの顔をタトゥーしたりとかするんだよ。顔のタトゥー入れたりとかね、妹の顔のタトゥー入れたりとか。それか、俺もあの、背中にパルパルト養分の顔のタトゥー入れるとかね。やっぱり。大事にするんで、海外って。そう、友人とかね、家族とか。で、俺もちょっと、親父のハゲチャビンの、あ、誰？配信中に。人が喋ってるのに。また言ってんよ、こいつ。ようわからん、ほんと。女に狂ってるでしょ、わからないの？何か？圭さん。何？女に狂ってるって。狂ってないけど。冗談だけど。ジョークだけど。早く掃除したら？